なので、平清盛は平治の乱というね、大きな戦いに勝利して、その地位を確固たるものにして、今後出世していくわけですが、頼朝とか義経といった大きな禍根も、知らず知らずのうちに残してしまったと、そういうことになりました。とはいえ、平家の力が陰ってくるのはまだまだ先の話で、むしろこの平治の乱の後は、平清盛は先ほど言ったように、後白河法皇の下で、超大出世を果たしていくことになります。そして最終的には1167年、武士で初めて太政大臣になりますね。これめちゃめちゃすごいことなんですよ。太政大臣っていうのは最高官職です。もう天皇に次いで偉い人だと思ってもらって構いません。これに武士がなったわけですからね。武士っていうのはもともと貴族にとっては番犬でしかなかったわけですよ。その番犬が後白河法皇をお救いになって、そして最終的には太政大臣になるということで、めちゃめちゃすごい人だったんですね、清盛は。そしてこれをもって平家一門がどんどん皇位高官についていって、そして平家の時代がやってくることになります。それでは平家の時代に入った後、清盛がどういう政治を行ったのか見ていきましょう。清盛といえばやはり一層貿易ということで、当時の中国との間に貿易を行っています。これは正式な国交を開いての貿易ではなくて、私による貿易という形になります。行った場所は福原の大和田の泊というね、港を整備して行っています。これが現在の神戸港の前身ですね。そして当時の貴族というのは外国との接触を避けていたんですね。というのも平安時代というのは894年に遣唐使が途絶えてから、外国との接触がなかったんですよ。だからなんか外国人って野蛮だよねとか怖いよねみたいな感じで、貴族は外国と関わろうとしなかったんですね。ただ清盛は武士です。なのでそんなの関係ねえということで、日宋貿易を行って、貿易を行っていない貴族たちに比べてたんまりとお金を稼ぐことができた、そして力をつけていったということになります。そしてもう一つ、清盛が行った有名な政策といえば婚姻政策ということで、これはね、内容はとてもシンプルで、清盛のね、自分の娘なんかを貴族とか皇族に嫁がせて、親戚関係になって平家の地位を盤石のものにすると、そういう政策になります。で、その最たる例が、清盛の娘たくさんいるんだけど、そのうちの一人、徳子が高倉天皇の妃、奥さんになったということで、これは本当にすごいことなんですよ。しつこいですけど、もともと天皇とか貴族にとって武士は番犬に過ぎなかったわけですが、その武士の娘がね、天皇と結婚したということで、もうこれは本当にすごいことなんですね。で、もうちょっと先の話になって後で解説するんですけど、この徳子と高倉天皇の間に安徳っていうね、天皇が生まれることになって、安徳天皇からすると清盛はお母さん方のおじいちゃん、外祖父にあたるわけですね。つまりおじいちゃんと孫の関係になるんですよ。これで清盛の地位はさらに盤石なものになっていくということになります。しかし気づいた方もいるかと思いますが、清盛の取った婚姻政策っていうのは、結局のところ清盛が生まれる前、平安時代の中期頃に栄えた藤原家の摂関政治とやり方が同じなんですね。つまり天皇のおじいちゃんとなって外祖父として政治を動かすと、これと全く同じことをやっているわけですよ。なので平清盛というのは武士なのに太政大臣まで上り詰めた、そこは評価すべきというか、めちゃめちゃすごいことではあるんだけど、結局、そういう風にね、貴族の世界に入ってからは武士でありながら貴族的な政治を踏襲してそのまま行ってしまったということで、なかなかですね、日宋貿易なんかはやってるんですけど、他のことで言えば武士ならではのね、新しい政治をやる、そこまでは至らず、結局今までのね、貴族的な政治をそのまま踏襲して行ってしまったということになります。とはいえ、この日宋貿易と婚姻政策によって平家はめちゃめちゃお金も稼ぐし、めちゃめちゃ権力も握っていくことになるんですね。ただ平家が力をつけすぎることによって、
やはりアンチ平家っていうのも出てくるんですね。で、これは理由はシンプルで、やっぱり平家がそれだけ出世しているということは、そのせいで出世できない貴族もたくさん出てくることになりますよね。で、貴族からしてみると、清盛のやつめと、もともとはあんなのね、武士で番犬に過ぎなかったくせに、なんであんなね、出世して偉そうにしてるんだということで、まあ、気に食わないと思う貴族が出てきます。そして、平家の傲慢な態度ということで、有名なフレーズが出てきますね。平家にあらずんば人にあらずということで、平家じゃなければ人じゃない、こういう傲慢なことを言い出してしまうんですね。ただ勘違いしてほしくないのは、これは清盛が言った言葉ではないですからね。清盛は太政大臣に上り詰めるほど、そういうね、優れた政治力を持ってますから、こんなアホなことは言わないんですよ。ただ、平家のとある人物がこういうことを調子に乗って言っちゃったんですね。まあ、それによって、平家調子こきすぎだろということで、今、徐々にアンチ平家が増えている。そういう状況になります。しかも、貴族たちだけではなくてですね、ついには、後白河法皇も平家に対して危機感を抱き始めるんですね。というのも、まあ、清盛と後白河法皇でずっと仲良くね、二人三脚でやって、後白河法皇の下で清盛は出世をしてきたわけですが、法皇からすると、あいつちょっと出世しすぎちゃったな、ということで、だんだんと邪魔になってきたわけですよ。で、この後白河法皇という人物は、まあ、後にですね、源頼朝に日本一の大天狗と言われるような人物なんですね。つまり、まあ、コロコロこう立場を変えて権謀術数を繰り広げると、そういうタイプの法皇なんですね。で、この後白河法皇が今までずっと清盛とは仲良くやってきたわけですけど、ついに平家に牙を剥き始めます。それが1177年、獅子ヶ谷の陰謀ということで、法皇ですとか、その取り巻きの側近のアンチ平家の人たちが集まって、密かに平家をやっつけると、そういう話し合いを設けていたんですね。で、これは後世の作り話だと思いますけど、その話し合いの最中に、兵士というですね、まあ、お酒を入れる器ですよね。これが倒れたんですね。で、それを見て、後白河法皇が、吉報だと。兵士が倒れたということは、兵士をやっつけられるみたいな。なんかよくわかんないですけど、まあそういう感じで盛り上がって、兵士打倒の計画を企てている。そういう状況になります。そして後白河法皇たちは、源行綱という人物を選んで、この人物に平家をやっつける計画を打ち明かし、お前が実行犯になってこの計画を進めてくれ、という話をするんですね。ただ行綱からすると、まあかなり急な話というのもありますし、今の世の中の状況を考えると、まあ、平家全盛の世の中ですよ。なので、この計画うまくいくとは思えないなと、行綱は思ったんですね。で、そこで逆にこれ清盛に恩を売っといた方がいいだろうということで、その計画を清盛に密告します。それで清盛がブチ切れて、ふざけんじゃねえと。俺は今まで後白河法皇にずーっと忠義を尽くしてきたのに、なんだこれはということで、清盛がブチ切れて、まず後白河法皇のその取り巻きというか、そのね、打倒計画の話し合いに参加していた側近たちを殺害したり、流刑に処したということになりました。しかし、清盛の怒りはこれだけでは収まりません。今、清盛が一番ムカついているのは、後白河法皇が裏切ったということですからね。なんで今まで忠義を尽くしてきたのに、こんな仕打ちを受けなきゃいけないんだということで、清盛は法皇に対してブチギレで、もうあいつ幽閉するわというところまで行きかけます。ただそこで、平重盛、清盛の嫡男、息子になりますが、重盛がお父さんを注意します。それはいけませんぞと。確かにお怒りはごもっともですが、ただ今の平家の繁栄があるのは、今まで後白河法皇がこうね、引き立ててくれていたおかげなんだから、後白河法皇に手なんか出しちゃったらいけませんよということを、重盛は清盛、お父さんに忠告するんですね。つまり重盛というのは、お父さんにこういう忠告を言えるくらい有能な後継者だったということになりますよね。で、この息子の諫言を聞いた清盛は、
確かにそうだなと怒りをぐっとこらえて、後白河法皇は今回の事件には何の関係もありませんということにして見逃してあげた。これが獅子谷の陰謀になります。こうして清盛は法皇のことは見逃してあげたわけですけど、しかしこっから平の清盛と後白河法皇、今までは仲良くやっていたわけですけど、この二人が険悪になっていくことになります。清盛からするとあいつは信用できねえとなりますし、法皇からすると今清盛にね負けたと同じような状況ですから、負けて側近を殺されたり流されたりしたということで、この二人が仲悪くなっていく、そういう時代に入っていきます。しかし平の清盛の勢いはまだまだ衰えません。この獅子谷の陰謀の翌年に高倉天皇と娘徳子結婚してますって話ね、すでにしていますが、この二人の間に待望の王子様が生まれます。これが、後の安徳天皇になりますね。つまりこの瞬間に清盛は天皇の次の天皇の外祖父、お母さん方のおじいちゃんとしての地位を約束されて、ますます、その地位はね、確固たるものになったということになります。しかし良いことがあれば悪いこともある、それが人生ということで、こっから清盛はね結構不幸に5連続して襲われることになります。その翌年にまず娘の一人森子が亡くなってしまうんですね。で相次いで平の重盛、先ほど出てきた清盛に還元を言えるようなかなり有能な後継者、この人が亡くなってしまうんですね。でこれはね清盛にとってかなり痛手だったと思います。まあ、嫡男ということで一番可愛がっていたし、まあ、息子の中でも唯一、まあ、清盛と対等な感じで話せる、そういう有能なパートナーでもあったわけですよ。この重盛が亡くなってしまったことで清盛は今かなり悲しみに暮れている、そういう状況にあります。しかしそんな状況にもかかわらず、日本一の大天狗である後白河法皇がめちゃめちゃ嫌がらせをしてくるんですね。まあ法皇としては獅子谷の陰謀で敗れて以来ずっと清盛が憎いわけですよ。だから重盛が死んだっていうのを聞いてチャンスということで嫌がらせをしてくるんですね。ということで重盛の治行国と専門用語で書きましたけど、まあ簡単に言うと重盛が治めている地方、ここを没収して別のものにこう明け渡しちゃったんですね。これはもう完全なる嫌がらせなんですよ。でこの嫌がらせに対して清盛はもうさすがにブチ切れて、あいつふざけんじゃねえってなるんですね。なんで息子が死んだのにこんな仕打ちを受けないといけないんだと。しかもねその息子はかなり後白河法皇に対して忠義を尽くしてきたんですよ。なんなんだあいつはということで清盛がブチ切れるんですね。そしてこれを止める人物もいないわけですよ。今まではそれこそね亡くなっちゃった重盛が清盛を止める係だったんですね。重盛が清盛に法皇にだけは手を出しちゃいけませんと、そういうストッパーになる係だったんですけど、その重盛が死んじゃったということで、ついに清盛は怒りに任せて後白河法皇を幽閉しちゃいました。しかも清盛は法皇を幽閉するだけにはとどまらず、もうこういうことは絶対に起きないようにしよう、貴族の連中は信用ならんということで、反平家の貴族を続々と首にして自分の周りをすべて平家一門でこうがっちり固めると、そういうことをやったんですね。まあ、そのおかげでこの時期に平家は絶頂を迎えてですね、全国の治行国の半分以上が平家が支配すると、そういう状況が完成しました。しかもこの翌年の1180年になると、高倉天皇と清盛の娘徳子の間に王子様生まれてましたよね。その王子様が、まあ、3歳くらいになって安徳天皇として即位したんですね。これで清盛は天皇のおじいちゃんになったわけですよ。もうめちゃめちゃ地位ががっちり固まったんですね。つまりこの辺というのはもう平家としても清盛としてもめちゃめちゃ絶好調かのように見えるんですけど、ただ逆に言うとですね、今反平家のものを続々と首にしているということで独裁色が強まったとも言えるんですよ。まあ、独裁色が強まった結果平家がめっちゃ強くなったんですね。ただそういうやり方には当然反発も多く出てきますので、アンチ平家の存在もどんどん増えてくると
ということになります。そしてアンチ平家の一人である後白河法皇の第三皇子である持人王と読みます。持人王が動き始めるんですね。この人物が平家追討の領事、平家をやっつけろという命令を全国に散らばっていた源氏に出します。もちろん清盛にはバレないような形で出しているんですね。で、その命令が例えば伊豆に流されていた源頼朝いましたよね。平治の乱で敗れた源義朝の子供ですよ。本来であれば殺されるところだったんだけど、清盛が甘い対応した結果、まあ、伊豆に流されて済んだというこの源頼朝ですよね。この頃は伊豆に流されてもう20年くらい経ってね、32歳だっけな、34歳、まあそのくらいの年になってるんですけど、こういう源頼朝なんかのもとにも平家追討の領事が行き渡ることになりました。しかし今は平家全盛の世の中ですので、密帝がですねものすごい数京都を徘徊しているんですね。常時平家の密帝が、なので持人王の動きというのは、まあ、1ヶ月くらいでバレてしまうんですね。その結果もちろん清盛はブチ切れて、持人王は平家の手によって殺されるということになりました。そして清盛は持人王を殺しただけではなくて、領事を受け取ったすべてのものを俺は追討する、やっつけるという宣言を出したんですね。ただこれは清盛の大きな過ちとなります。なぜなら源氏の中には、まあ一応領事をね受け取ったものの、本当に挙兵するかどうかは迷っている人が多いわけですよ。今平家全盛の世の中ですから、挙兵したところで勝てるかどうか分かんないというか、まあ負けが濃厚なわけですよね。だからまあ一応受け取っとくけど、本当に挙兵するかどうかは分かんないよっていう源氏の方が多くて、それこそ頼朝とかもこういう姿勢だったんですよ、初めは。ただ清盛が領事を受け取ったものは全て殺すと言っちゃったんですよね。そうなると領事を受け取った源氏はもう戦わないといけないんですよ。だって戦わないと殺されちゃうから。ということで挙兵をこう迷っているような源氏も戦わざるを得ない状況に追い込んでしまって、逆にそういう源氏が奮い立ってみんな平家に向かって牙を向かってくる、そういう状況を清盛自ら作ってしまったということになります。こういうピンチな状況の中で清盛は福原への遷都、都を移すということを強行することになります。福原というのは大和田の泊まりがあって、清盛がね日宋貿易でめちゃめちゃ稼いでいるところです。清盛からするともう平安京は嫌だと、あそこはなんか貴族とかがなんかいろいろねこう悪巧みをして平家をやっつけようとしているから痛くないと。で福原はこうね大和田の泊まりがあって俺たちの経済的な基盤にもなってるから、この福原に遷都した方がいいだろうということで、清盛は福原京への遷都を強行します。しかしこの福原京への遷都っていうのはちょっと強引すぎたんですね。もう清盛が独断で決めすぎてしまって、まあ、貴族も仕方がなくついてきてはいるわけですけど、平安京への未練がタラタラなんですね。というのもこの福原京というのは、まあ、確かに大和田の泊まりというね、港があって日宋貿易をするには便利なところではあるんだけど、まあ、京都に比べるとちょっと狭いわけですよ。狭いし、やっぱり平安京って泣くようぐいす平安京からずっと都で栄えてますからね。そういう生活に慣れている貴族からすると、なんでこんなところに俺たちが行かないといけないんだということで、まあ、かなり未練たらたらで、むしろアンチ平家を増やしちゃう結果になるんですね。しかも急に遷都をするとなると、もちろん財政も圧迫しますよね。都を移すものすごくお金がかかります。この結果、先ほど言った通り、結局福原京の選挙によってアンチ平家が増えて敵が増えてしまったと、そういう状況に清盛は陥ってしまいました。まあ、こういう感じでね、かなり平清盛の失策というのがここら辺ね続いているわけですけど、失策だけではなくて清盛は運命というか天からも結構見放されてしまうんですね。どういうことかというと、この頃東日本は豊作でめちゃめちゃねこう絶好調なのに、京都とか福原がある西日本はですね、
凶作とか疫病に見舞われて、大量の餓死者であったり病気で死ぬ人が出ていて、平家っていうのはね、西日本に根付いてますので、平家の士気もかなり下がっているという状況だったんですよ。こういう中で挙兵していた源頼朝いますよね。それがついに牙を剥きます。そして源頼朝 VS 平維盛ということで、清盛のね孫にあたりますが、この二人の対戦が行われます。しかしこの戦いはものすごく残念というか、あっけない結末で終わります。どういう終わりを迎えるかというと、水鳥がですね、大量にこう空を飛ぶ、そのですね、羽ばたきの音に驚いて、平家側はなんと戦わずに逃げちゃったんですね。源氏が大量に攻めてきたぞということで逃げちゃったんですよ。まあそのくらい飢饉とかで兵士側の士気が下がっていたというのもありますし、まあ、平維盛というのもですね、これが初陣だったんですね。まあ、重盛、あの清盛の嫡男ね、が生きていたらまだ結果はもしかしたら違ったのかなと思いますけど、この維盛が初陣だったということもあるし、西日本が凶作やらね、疫病でかなり平家のもうすでにダメージを負ってたわけですね、戦う前から。そういうこともあって、頼朝 VS 維盛は戦わずして平家が逃げる、こういうね、とてもあっけない結末で頼朝が勝利することになりました。そして勝った頼朝はすごく冷静で、そのままの勢いに任せて京都に押し入って清盛をやっつける、そういうこともできたかもしれないんですけど、そういう道は取らなかったんですね。なぜかというと、今西日本はすごい凶作に見舞われているわけですよね。だからそういう状態で京都に入ったところで、俺たちも食うものに困るだろうということで、今は時期尚早だなって判断した頼朝は京都には行かず、源氏ゆかりの地である関東、鎌倉に行って、そこで鎌倉幕府を着実に作っていく、そういう道を選びました。このように頼朝が鎌倉幕府の創設に向けて着実に歩みを進める一方で、負けた清盛は悲惨ですよね。なんて言ったって孫が戦わずに帰ってきたわけですから、もうね、屈辱なわけだし、大きな敗戦なわけですよ。これによって福原教否定派、平安教に戻せ、なんで福原教なんだっていう連中、つまりアンチ平家ですよね、の勢いが増してきて、今大きな敗戦をしていますので、清盛もこういう勢力を抑え込む力というか、もう抑え込むことができなくなってきたんですね。でそれで清盛ももう致し方がないということで、平安京に戻ることを決意して、福原京からまた平安京に戻ります。なんと福原京が機能していたのは、まあ、たったの4ヶ月くらいなんですね。4ヶ月くらいで福原京から平安京に戻らないといけないくらい、もうこの辺になると平家の力にはかなり陰りが見えてきているということになります。しかも清盛の不幸はこれだけにはとどまりません。今アンチ平家の勢いが増していて、まあ、その影響でですね、奈良の興福寺というお寺も平家に対して放棄を始めたんですね。でこれを聞いて、寺が放棄するってどういうことと、寺ってお坊さんがこうやって修行しているだけじゃないのって思ったかもしれないけど、そんなことはありません。寺には僧兵というまあ武士がいるんですね。そのお寺に雇われている武士というか、お寺の武士がいるんですよ。で、この僧兵っていうのはめっちゃ強いんですね。なぜかっていうと、僧兵の後ろには仏がいるんです。僧兵をやっつけたら罰が当たるということで、かなり強いというか、めんどくさい相手なんですね。なので、ちゃんと理解しておいてほしいのは、この時代の仏教勢力っていうのは非常に強大で、その辺の武士なんかよりも全然手強くてめんどくさい相手だったということです。しかも清盛自身がですね、実は出家してお坊さんになっている結構熱心な仏教徒なんですね。だから清盛としてもお坊さんというかお寺とは戦いたくないなという気持ちがあるので、部下に命じて無抵抗の姿勢で興福寺と交渉することになります。つまり、武器とかを持たずに、興福寺に行って、我々平家はあなたたちと戦うつもりはないので、そちらも武器を下げてもらえませんかという交渉をしに行くんですが、興福寺はお前らそんなね武器も持たずに来るとかなめとんのかいということで、その場でそいつらが殺されちゃうんですね。平家が
その場で殺されちゃって、その首が河原でこう晒されるみたいな、そういう状態になって、その状況を見て清盛は、まあ、熱心な仏教徒ではあるんだけど、なんたる無礼な態度だということでブチ切れて、平家 VS 興福寺、お寺との戦いが始まってしまいます。そしてこの戦い、どういう結末を迎えるかというと、平家軍がまず勝利します。勝利するんだけど、その戦いの最中にですね、火が回ってしまって、興福寺ですとか東大寺、こういう、なんて言うんだろう、仏教的にも文化的にもとても重要なお寺が2つも燃えてしまって、しかもね、いっぱい大仏なんかも燃えてるわけですよ。そういう結末に終わってしまったわけですね。で、その後、まるで仏のたたりでも食らったかのように、清盛は発熱をすることになります。もう40度くらいのね、体が焼けるような発熱をして、そして死ぬ間際まで平家の行く末を案じて、清盛は64歳で人生を終えるということになります。これが平清盛の人生です。さあ、いかがでしたでしょうかと聞きたいところですが、おそらく多くの人はなんか消化不良だなーって思ったと思います。というのも、清盛って実は源平の騒乱の最中に病気で亡くなってしまうんですよね。なんで最後まで行かないんですよ。だから今この後どうなるか教えろと思っている人多いと思います。安心してください。実は次と、次の次の動画はもう決まっていまして、次で源氏側の源義経について解説して、その次に源頼朝について解説する、この動画をね、撮ることはもう僕の中で予定されてますので、ちょっとずるいかもしれませんけど、源平の騒乱の最後についてはこちらのね、2つの動画でお楽しみくださいということになります。で、今回は清盛の動画ですので、とりあえずここまでにして、清盛のね、ちょっと総括というかまとめに入りたいと思います。まず、清盛がすごい人かどうかで言うと、まあ、間違いなくすごい人、偉人ですよね。だって番犬に過ぎなかった武士なのに、太政大臣、最高官職まで上り詰めたんですよ。その点はすごい。つまり清盛っていうのは武士なのに貴族のトップになれた、ここがすごいわけですよ。ただ清盛のちょっと残念なところは、結局武士でありながら貴族的な性格というか、そういう政策しかできずに、武士から貴族になったっていうのはすごいんですけど、従来の貴族のやり方を、踏襲してしまって、新しい政治は示せなかった、そういう人でもあるんですね。だからこそ平家がこう全盛を迎えてた時代って、平家時代みたいなないわけじゃないですか。それはなぜかっていうと、平家の全盛の時代っていうのはあくまでも貴族的な政治なので、平安時代の続きとみなされているんですね。それに対して今までのやり方とは全く違う武家政権を打ち立てたのが源頼朝になりますので、このね、義経頼朝兄弟については次回、そしてその次のね、動画で解説しますので、そちらを見て楽しんでいただけたらと思います。はい、最後までありがとうございました。このチャンネルではこういう風に皆さんの教養ですとか、まあ、楽しくね、勉強ができるような動画、こういう動画をメインに投稿していきたいと思っていますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると活動の励みになります。はい、最後までありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。乾杯。